虎の作り方。使用するバルーンはこちら。260キロを70センチほど膨らませます。7センチのバブル、3センチのバブル、4センチのバブル、3センチのバブル、7センチのバブルを作り、口巻きとひねり合わせます。3センチのバブル、7センチのバブルを作ります。指定した箇所に2つのバブルを突っ込みます。3センチのバブルを絞りひねりにします。もう一方も同様に。4センチのバブルを1つ、8センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。7センチのバブル、8センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。縞模様を書いてください。これで完成です。お疲れ様でした。